それじゃあ。最強を決する舞踏祭決勝。最も強いものは一人でいい、それが正しい答え。そしてその答えを決する場がこの決勝なのです。いい気迫です。これは白熱の試合が期待できそうですよ。ここで決勝の準備完了の合図。いよいよですね。任界全土の視線を一斉に浴びる中、任界舞踏祭決勝が幕を開けます。さあ、運命のカウントダウン。5、4、3、2、1、任界舞踏祭決勝開始。戦闘開始。始まりました、任界舞踏祭決勝。この一戦に勝利した者が最強の称号を手に入れることができます。ここで暴行を仕掛けてきました。このまま優勝を決めてしまうのでしょうか。決勝にふさわしい戦いが続いてますね。しかしまだやる気があるように見えます。その僕が逃がされ。いよいよ決勝の終盤。最後の踏ん張りを見せてほしいものですね。勝負あり、勝者決定。ついに任界最強が決定。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。本当におめでとうございます。ここで優勝者へ副賞の授与です。次の中から欲しいものを選ぶことができます。お好きなものを選んでください。わかりました。どうぞお受け取りください。皆様、今一度大きな拍手を。さて、ここで終了の合図が鳴りました。熱い戦いが繰り広げられた任界舞踏祭もついに閉幕です。予選、本戦、そして決勝戦と長きにわたる戦いの中、いくつものドラマが生まれました。これまで解説を行ってくださった刺客さん、本大会の感想を簡単にお願いします。そうですね、優勝者は他を寄せつけず圧倒的な力の差を見せつけました。正直このレベルのものはそう出てこないと思います。感服です。なるほど、どうもありがとうございました。この臨海舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し、臨海全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。今後こうした大会が2回目3回目と続き、各国に住まう人々の絆がさらに強固になるといいですね。はい、協力、策謀、激闘、そして勝利、戦いの醍醐味を詰め合わせたこの大会、いかがだったでしょうか。任界最強は決まりましたが、これは始まりに過ぎません。きっと再びどこかの地で新たな舞踏祭が行われ、またそこで今までにない歴史が生まれることでしょう。その時にまたこうしてお会いできれば光栄です。そうですね。刺客さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良刺客、そして実況は私静音とまぶいでお伝えしました。ありがとうございました。任界舞踏祭、これにて終幕です。これまでお付き合いいただき、本当にお疲れ様でした。それでは、皆様、また会う日まで。さようなら。臨海舞踏祭終幕。忍びを侍を時すらも超えた戦いを何者にも屈せず勝ち抜いた武勇はこれより先も伝説として歌われるであろう。人よ、その名を高らかにたたえよ。臨海唯一のもの、誉れ高き最強の名を。決めるぜ。